ん、こんにちは。エブリデイとテキヤ東京本店の笹生です。久しぶりの人はお久しぶり、初めましての人は初めましてですね。今回はですね、10月のイベント情報を紹介したいと思います。皆さん、10月といえば何を想像しますかね。僕は紅葉の季節だなっていうことでね、山に行きたいのが僕のね、想像する10月なんですけど、まあ、世間体で言ったら10月といえばハロウィンですね。皆さんご想像していただいた通りのハロウィンということで、10月のとってきやのハロウィンイベントの紹介をしていこうと思います。まずは第1弾としてですね、今現在の開催中のこちら、あの大人気イベントが帰ってきた塗り絵イベント第2弾をただいま開催中でございます。塗り絵イベントはですね、第1弾は夏休みの時にですね、塗り絵を塗っていただいていたんですけれども、なんとですね、塗り絵の総量400枚近くと大変多くのですね、子どもたちに塗り絵を塗っていただきました。第2弾はですね、こちらの下にね、映ってるんですけれども、当店のね、スタッフの方が作ってくれたオリジナルのイラストの塗り絵でございます。全部で塗り絵5種類もね、今回用意してます。前は2種類だったんですけど、今回はパワーアップ。こちらの塗り絵イベントは前回の第1弾と同様で、中学生以下のお客様限定なんですけれども、中学生以下のお子様にですね、たくさん塗り絵を塗っていただこうというものになっております。塗り絵を塗ってくれたお友達にはですね、五右衛門君からのありがとうっていうお返事のお手紙と、ハロウィンですのでね、お菓子をプレゼントいたしております。そしてですね、こちらの皆さんに塗っていただいた塗り絵は装飾に使わせていただきたいと思います。皆さんね、ご参加待ってます。続いてはこちらです。スタッフが仮装してお出迎え&一緒に仮装して笑顔写真を撮ろう。で、こちらの仮装の方はですね、10月の26から31日、最後の1週間、この期間をですね、スタッフがさまざまな仮装に着替えて皆さんをお出迎えしようと思います。26、27、28、最初の3日間はですね、思い思いの仮装するんですけども、後半の29、30、31日は全員がですね、ディズニーの格好をして皆さんをお出迎えするので、ぜひですね、それをね、楽しみに来店されてくれたらすごい嬉しいなと思います。スタッフだけでなくお客様の方もですね、一緒に仮装して当店の笑顔写真を撮ろうというイベントを用意してます。こちらはですね、当店の笑顔写真、景品をゲットしていただいたお客様に、この景品とですね、お客様のやったーっていう表情のね、笑顔写真っていうものを当店撮っているんですけれども、そちらの方をですね、仮装していただいて一緒に撮ろうと、まあ、スタッフと一緒に撮っていただいてもいいですし、お客様とですね、仮装したスタッフがお客様を元にいたしますので、帽子をかぶってみたりとか、フェイスペイントをしてみたりとか、メガネをかけてみたりとか、そういったワンポイントのね、ものでもいいので、ぜひですね、仮装していただいて一緒に写真を撮っていただけたらなと思います。もちろん当店の方でもね、簡単なものですがご用意いたしますので、笑顔写真撮っていただくと、普段はですね、当店のオリジナルトートバッグを差し上げてるんですけれども、それにプラスして200円で 5% するクーポンもお渡ししてますのでね、一緒に写真をね、撮ってくる、盛り上がってくれたらいいなと思います。最後にもう一つお知らせです。先ほど皆さんにね、発表したハロウィンイベント期間8月、最後に皆さんにもう一つお知らせです。先ほど皆さんにお伝えしたハロウィンイベント期間、10月の26から31日はですね、当店のある場所に秘密の呪文を書いたポスターをですね、貼り出しております。当店のスタッフにその呪文をお伝えいただくと、お菓子をですね、プレゼントしております。ハロウィンらしいですね。なんともこちらのイベントも、先ほど言っていた塗り絵のイベントと同様にですね、中学生以下のお子様限定になっております。いかがだったでしょうか。当店のハロウィンイベント、10月の26から31日、こちらの期間はですね、ぜひとってきや東京本店に遊びに来て仮装して皆さんのことをお待ちしておりますので、ぜひ当店の方に足を運んでみてください。それでは、ゆっくりとってきや東京本店の笹生でした。またねー、バイバーイ。